にっこり笑って人殺しに出かけていきましたタルハアスマルの最後の写真かもしれませんタルハ君はイギリスの高校生で大学入学資格の試験も受かっていましたがこの写真では爆弾を積んだ車の横で仲間と一緒に写っています自分たちの息子の写真がインターネットのイスラム国関連のアカウントに掲載されたと知った家族の衝撃はどれほどだったでしょう ハルハ君は北イラクのバイジ石油生成施設近くの攻撃に参加したと言われていますイラク軍とイスラム国がもう1年以上ここで戦ってきました タルハ君の家族は痛ましくも力強い声明を発表しました自分たちの息子はインターネットの匿名性を隠れ蓑のにしている連中にいいようにだまされ使い捨てにされたタルハに狙いを定めて近づき親しくなり計画的に手なずけたのだと家族はイギリス在住のイスラム教徒でイスラム国を非難していますイスラム国が自分たちムスリムの名のもとでやることを絶対に認めないと。 家族の地元デューズベリーではコミュニティの指導者がさらに IS を非難しましたこれはイスラムの教えではないイスラムはこんなことを決して認めないイスラムはアイシスのような集団のやることを非難します帰ってきて自分の過ちに気づいてもらいたいハルハースマルはこの写真の左に写っている17歳の友人ハッサン・ムン氏と一緒に家出しました ハッサンがどうなったのかわかりませんが IS には自爆攻撃の志願者がありあまっていると専門家は言います自爆攻撃を誰が任されるか競争しているくらいですイスラム国の洗脳によって本当に自爆攻撃が自分にできる一番いいことだと信じている人もいるんです 暗視カメラで撮った不気味な写真にはタルハと仲間の自爆犯たちが任務遂行前に抱き合う様子が写っています闇に紛れて行動していたのは彼らだけではありませんでした今夜ここバグダットで治安部隊は先週末に計17件の自爆テロがあったと明らかにしました詳しい説明はありません バイジセイ施設の近くで警察が爆破犯5人を殺害しましたが国籍も身元も確認されていませんここでは殺害したということが重要なのですけれどもイギリスにとっては気がかりな問題がたくさんあります明るく優しかったと言われる10代の少年がどうやって自爆攻撃犯になったのでしょう彼に続きたいと思っている若者は他にどれくらいいるのでしょうか